チョベット解放区の酒井です。本日はちょっと撮影する場所がなかったので、コンビニの車の中で撮影をしています。まぁ、ちょっとこのような映像で申し訳ないんですが、はい。で、恥を捨てろということで、まぁ、お話をさせていただきたいんですが、その前にちょっとチャンネルの、紹介ということで、このチャンネルではショベルヘッドのことや、バイクのこと、バイクの整備のことであったり、まあ、購入の仕方、まあ、工具のことということで、まあ、バイクに関わることを発信しています。なので、今後バイクを買われる方ですとか、購入、ハーレーダビトソン購入される方とかっていう方に少しでも参考になればと思って、発信しています。なので、チャンネル登録していただけると励みになり嬉しいので、よろしくお願いします。あと、グッドの方もできたらお願いします。はい。では、恥を捨てろということで、まあ、これ、まあ、結局僕のことなんですけど、このずっと、まあ、ショベルヘッド、まあ、旧車が好きということで、なかなかショベルヘッドが購入できなくて、その、まあ、購入できなかった理由として、まあ、整備が大変だとか、まあ、ショップ取る付き合いどうしようかっていう、まあ、毎度この話になるんですけど、その中で、どうやっていけばいい、恥を捨てれば、かなり、楽になれたんじゃないのかなと思うところで話します。で、なんかこう、僕バイク屋さんもやってた時があって、整備の話とかになると、ちょっと、わからないんで、自分があんまり詳しい。まあ、いろんな話、自分がわかる話のところは結構突っ込んで話はするんですけど、自分がわからない話になると、そう、わからないことが恥ずかしいから、その話にあんまり参加しなかったりするんですよね。で、あと、まあ、若い頃であれば、まあ、結構自分で、まあ、モンキーいじったりだとか、まあ、ビラーゴいじったりだとかっていうことはしてたんですよ。まあまあ、レブルですか。そういったの自分で改造したりしてっていうことで、自分で DIY できる限りはやっていたんですよね。ショップはあんまり頼ってなかったと思います。で、そういった時に、あ、酒井はバイクのこと大好きだから、酒井は何でもバイクのこと知ってる、みたいな、そういう雰囲気があるような感じになってしまって、結局なかなかこう、そのバイクの話になった時でも、あえてバイクの話が苦手みたいな状況になってしまったんですよ。うん。で、まあ、それから、まあ、ハーレー乗ったり乗るようになったりとか、まあ、バイクをやるようになったとしても、やっぱり、いろんなこと、整備のことで、いろんなこと恥ずかしくて、なかなか聞いたりできないんですよね。まあ、向き合ったりしないという方が正しいのかもしれないですけど、なんか、その先輩のバイク屋さんに聞いたりだとか、そういうことすればどんどん、そのバイクの技術は上がっていったと思うんですけど、全然そう、自分でそれをしようとしなくなってしまうっていう、まあ、その商売では別にそんなに整備は必要ないというふうに判断をしていましたので、そのような形になってしまったというのも少しはあるかとは思うんですが、で、ここで恥を捨てていればどうなったのかというところでのお話なんですが、今現在ですね、まあ、その、わからないこと、で、まあ前回この、わからないことがあれば、誰かに聞いたり、もう YouTube でも動画いっぱい上がってますので、まあ自分で調べることは少しやりやすくなったので、ぜひぜひ DIY やった方がいいというところでの話になります。で、まあ僕の動画を見ていただいて、簡単そうにやってるけど、まあこれ結構大変だったんですよね、みたいなコメントをいただいた時があるんですが、作業動画を見ていただいた視聴者様の方から。で、これって実は、そんなにその難しいことはしてないんですよ。確かにもちろん何回も同じことをやってるっていう可能性はありますけど、これって工具のチョイスなんですよね。工具さえあれば、工具さえ、ここで使う工具があれば、分かっていれば、その作業っていうのは普通にできるはずなんですよ。僕がやってる動画ぐらいであれば、工具のチョイスがしっかりできていれば、できると思うんですよね。それを多分聞いたりだとか、そういうことができない。まあもちろん僕がそうなんですけど、聞くことができないので自分で試してみるんですよ。それっていうのはすっごい遠回りで、すっごい時間もかかるんですよね。うん。工具1個なければ1日もそこで作業ストップっていうところもあるんですよ。なので、今この状況であれば、もし例えばショベルヘッドのことで僕はお力になれることであれば、ぜひぜひ言ってほしいんですけど、工具を揃えて、工具が全部揃っていればそんなに難しいことはしてないです。その工具、こういう時はこういう風な工具があった方がいいよとかっていう、その情報を拾うこと、キャッチできて、することができれば、そんなに難しくないと思うんですよね。うん。その今僕が撮ってる動画、作業動画っていうのは、その普通にも工具も揃ってる状態で、まあ動画という形で撮ってますので、スムーズに進むのはもちろんスムーズに進むんですよ。で、それっていうのは、工具のチョイスで、これはここでこうやって外せばいいんだ、そこで間違いないんですよね。けど自分が初めて DIY をやるときっていうのは、その工具で合ってるのか、この工具ではダメなのかとかっていうのをゼロのスタートで行くので、作業がストップしてしまうんですよ。
だからもし恥を捨てて、もし誰か僕聞ける人、まあもちろんその作業の話をしてた時に、あ、それって教えてくださいとかって素直に言えてたら、もうこんなに時間かかってなかったと思うんですよね。もうめちゃくちゃ短縮してたと思います。いろんなことが。いろんなその知識とか、まあ道具であったりとかっていうのも、僕自分で一人でやってる恥ずかしくてとか、それをなんかこう、恥があってこう聞けなかったりとかして、バイク屋さんに聞くのもちょっと怖いなとかっていうことで聞けなくて、で結局工具何個も違う、なんかこう、ここだ、この工具が必要だと思って買った工具が、まあ間違ってたりとか、そしたらまた一日終わってしまって無駄な、まあ工具だから無駄にはならないかもしれないですけど、そういったことを何回も繰り返してきたんですよね。うん、でもう今もこれ時代は変わってきてますので、5G という形で動画もバン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 飛ばせれるように今後なってくる。まだちょっと今なってないのかなと思うんですけど、5G の時代になったら、ここの場所がわからないんですよねっていうことで、もちろん僕に言っていただければ、そこはこうこうこういう風でやったらいいんじゃないのとかっていうことをお答えできるようであればお答えはしたいですし、まあショップの付き合いがもしあるんであれば、そこのショップにこう動画でここわからないんだけどっていうことで聞けば、もう間違いない回答が返ってくると思うんですよね。うん、なんでちょっと DIY はちょっとその恥を捨てるっていうことが結構大切、他にもいろいろその大切なことっていうのはあるとは思うんですけど、こう恥、こう知らないことが恥ずかしいっていうこと、これがなくなればだいぶすごく大きな一歩というか、こう先に進めれるっていうふうに僕は思ったんですよ。なので今日は話させていただきました。はい、ちょっと DIY、まあ、その恥を捨てる恥だけっていうことではいろいろないとは思うんですが、まあ、これからもどん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 情報を発信させていただきますので、 DIY ぜひみんなで一緒にやっていきましょう。ありがとうございました。すいません、失礼します。